こんにちは。そしてこんばんは。子育て応援やぶしたちおみのちいらじ。さあ、今日はね、昨日気づきがあって、子供に先祖教育ってこれか。皆さん、先祖教育ってどうしてますか？もしぜひ、うちはこういう風にしてご先祖様って大切なんだよって教えてるよっていう方がいれば、ぜひたくさんのママのためにコメントに書いていただければなって思います。でね、うちは昨日5月20日旦那様のお父さん、私の大好きなお父さんの誕生日だったんですよ。で、もうこの世にはもうね、いないので、あ、忘れてたと思って、でもやっぱり感謝を込めてなんかしたいなって思って、あ、私の拙い料理だけどなんか作って、うちの両親も呼んで、みんなでご飯食べて、じいじありがとうってするのが一番だなと思って、もう昨日ね、みんなでご飯を囲みながら目の前に祭壇みたいなの作って、お父さん、もちろんお父さん一番真ん中で、私のおばあちゃんとかね、亡くなった方々のね、家を置いてみてなんか一見シュールに見えますが、でもそうやってご飯を囲んだんですね。で、子供たちが、じいじはいっぱい おもちゃ買ってくれたな、ありがとうとかまあそんな感じなんですけど、あ、私、これが私らしい息子二人への先祖教育の一個なんだなと思って思いました。やっぱり、いくらね、ご先祖様って大切ねって、だから手を合わせるんだよとかさ、感謝するんだよって子供に言ったって、大人が日々、ご先祖様、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、その先のおじいちゃんおばあちゃんに感謝しなかったら、子供はしないじゃないですか。子供は何よりも大人の背中を見てるからね、しないじゃないですか。だから、なんか私らしい、チーボーらしいご先祖供養、ご先祖様へのご先祖教育は、ああ、命日なのか誕生日なのかわからないけど、その時に一緒にご飯を今いる家族と囲むっていうことが、私の先祖教育の一つなんだなって思って、で、そこで、まあ、うちは結構、まあ、旅行の時とかいろんな場面で私が言いたい時に、どうしてあなたたち二人がいるかというと、パパとママがいて、パパとママを産んでくれたジジバーバがいて、ジジバーバを産んだジジバーバがいて、だから誰一人として欠けてたら、あなた二人はいないんだよって。だから、感謝だねって。だから、毎日起きた時、寝る時、感謝しようねって。ジジバーバありがとう。ご先祖様ありがとう。みたいな、毎日やってるかって言ったら忘れちゃう時もあるんですけど、やっぱりでも家に手合わせたりねしてるし、じじカシャーとか言ったりするから、なんかそういう風にして先祖教育っていうのができたらいいなって思ってます。もちろんお墓参りもその教育の一環ですよね。で、そこになんで行くのかっていうことを子供に丁寧に伝えておくと、より、ああそっかって、その時はふふんかもしれないけど、大人になった時に、ああ何度も何度も言うことで子供たちの中で、なんだろう、思い出されて、そうやって、ああご先祖様って大切なんだなっていう目が開いてくるのかなって思います。私はちなみに、実家ではご飯を食べるとき、おじいちゃん、おばあちゃん、まんまんちゃん、まんまんちゃんって仏さんね、神仏、
まんまんちゃんいただきますって言わないとご飯食べれなかった。今思えばそれもちょっと母の生み出した先祖教育だったんだなって今思えばわかります。だから家庭家庭にみんなでお墓参り行く以外に、お墓参りってそんな毎日行かないじゃないですか。でも日々ご先祖様に感謝するって、自分のルーツとつながる、源とつながるところだから、とっても大切なところで、仏壇、お仏壇なければ神壇、神棚なければ空に、日々ありがとうっていうことをまずは両親がすることから、腑に落とすところから、そしたら子供たちにもそういう先祖教育が伝わっていくと思うので、ぜひ先祖教育、これでよければ試してみてくださいと、皆さんのこんな、あ、そういえば、あ、じゃあこれは先祖教育ねって、もしかしてそう思ってなくても、実は私みたいに、あ、これ先祖教育だったっていうのもあると思いますから、ぜひシェアしていただければ、次の生配信、5月27日の生配信でコメント欄見ますので、どうぞ書いてみてください。では今日も一日、最高の一日でした。ありがとう。またねー。